谷崎潤一郎「私」「もう何年か前私が一高の寄宿寮にいた当時の話」「ある晩のことである」「その時分はいつも同室生が寝室に額を集めては夜遅くまで老弁と称してろうそくをつけて勉強する」 その実打弁をろするのが習慣になっていたのだがその晩も伝統が消えてしまってから長い間34人がろうそくの投影にうずくまりつつおしゃべりを続けていたのであったその時どうして話題がそこへ落ち込んだのかは明瞭でないが何でも我々はその頃の我々にはごくありがちな恋愛問題について勝手な熱を吹き散らしていたかのように記憶する。 それから自然の経路として人間の犯罪ということが話題になり殺人とか詐欺とか窃盗などという言葉が命名の口に上るようになった犯罪のうちで一番我々がおかしそうな気がするのは殺人だねとそう言ったのは某博士の息子の樋口という男だったどんなことがあっても泥棒だけはやりそうもないよ 何しろあれは実に困る他の人間は友達に持てるが盗っ人となるとどうも人種が違うような気がするからな口はその生まれつき品のいい顔を曇らせて不愉快そうに八の字を寄せたその表情は彼の人相を一層品よく見せたのであるそういえばこのごろ寮でしきりに盗難があるっていうのは事実かね と、今度は平田という男が言った平田はそう言ってもう一人の中村という男を顧みて「ねえ君」と言ったうん事実らしいよ何でも泥棒は外のものじゃなくて寮生に違いないという話だがねなぜと私が言った「なぜ」って。 詳しいことは知らないけれども。と、中村は声を潜めてはばかるような口調で。あまり盗難が頻んと起こるので、寮以外の者の仕業じゃあるまいというのさ。いや、そればかりじゃないんだ。と、樋口が言った。確かに寮生に違いないことを見届けたものがあるんだ。ついこの間、 真っ昼間だったそうだが北を7番にいる男がちょっと用事があって寝室へ入ろうとすると中からいきなりドアを開けてその男をふいにピシャリと殴りつけてバタバタと廊下へ逃げ出したやつがあるんだそうだ殴られた男はすぐ追っかけたがはしご段を降りると見失ってしまった後で寝室へ入ってみると氷だの本箱だのが散らかしてあったというから そいつが泥棒に違いないんだよでその男は泥棒の顔を見たんだろうかいや出し抜けに張り飛ばされたんで顔は見なかったそうだけれども服装や何かの様子では確かに亮星に違いないというんだ何でも廊下を逃げていく時に羽織を頭からすっぽりかぶって駆け出したそうだがその羽織が下がり藤の紋付きだったということだけが分かっている 下がり富士の紋付きそれだけの手がかりじゃしようがないねそう言ったのは平田だった気のせいか知らぬが平田はちらりと私の顔色をうかがったように思えたそうしてまた私もその時思わず嫌な顔をしたような気がするなぜかというのに私の家の門は下がり富士であってしかもその紋付きの羽織を その晩は来てはいなかったけれども、折り折り出して来て歩くことがあったからである。寮生だとすると、容易に捕まりっこはないよ。自分たちの仲間にそんな奴がいると思うのは不愉快だし、誰しも油断しているからな。私は、ほんの一瞬間の嫌な気持ちを自分でも恥ずかしく感じたので、さっぱりと打ち消すようにしながらそう言ったのであった。だが、 23日のうちにきっと使わるに違いないことがあるんだと樋口は言葉尻に力を入れてしゃがれ声になっていったこれは秘密なんだが一番盗難の頻発するのは風呂場の脱衣所だというので23日前から委員がそっと張り板をしているんだよ何でも天井裏へ忍び込んで小さな穴から様子をうかがっているんだそうだ ええ、そんなことを誰から聞いたいこの問いを発したのは中村だった委員の一人から聞いたんだがまああまりしゃべらないでくれたまえしかし君君が知ってるとすると泥棒だってそのくらいのことはもう気がついているかもしれんぜそう言って平田は苦々しい顔をしたここでちょっと断っておくが この平田という男と私とは以前はそれほどでもなかったのにある時あることから感情を害して近頃ではお互いに面白くない気持ちで付き合っていたのであるもっともお互いにとは言っても私の方からそうしたのではなく平田の方でひどく私を嫌いだしたので「鈴木は君らの考えているようなそんな立派な人間じゃない僕はあることによって あいつの腹の底を見透かしたんだ。と、平田がある時私をこっぴどく罵ったということも私はかつて友人の一人から聞いた。僕はあいつには愛想尽かした。かわいそうだから付き合ってはやるけれど、決して心から打ち解けてはやらない。と、そうも言ったということであった。が彼は陰口を聞くばかりで、 一度も私の面前でそれを言い出したことはなかったただ恐ろしく私を意味無別をさえもしているらしいことは彼の様子のうちにありありと見えていた相手がそういうふうな態度でいるときに私の性質としては進んで説明を求めようとする気にはなれなかった俺に悪いところがあるなら忠告するのが当たり前だ忠告するだけの親切さえもないものなら あるいはまた忠告するだけの価値さえもないと思っているなら俺の方でもキャツを友人とは思うまいそう考えた時私は多少の赤爆を感じはしたものの別段そのために深く心を悩ましはしなかった平田は体格の頑丈ないわゆる高陵検事の模範とでも言うべき男性的な男私は痩せっぽちの 色の真っ白い神経質の男2人の性格には根本的に融和し難いものがあるのだし全く違った2つの世界に住んでいる人間なのだから仕方がないというふうに私は諦めてもいたただし平田は柔道三段の合の者のでぐずぐずすればぶん殴るぞというような腕っぷしを誇示するふうがあったのでこっちがおとなしく出るのは卑怯じゃないかとも考えられたが。 そして事実、内々はその腕っぷしを恐れていたにも違いないが、私は幸いにも、そんなくだらないいじっぱりや名誉心にかけては、ごく淡白な方であった。相手がいかに自分を軽蔑しようと、自分で自分を信じていればそれでいいのだ。少しも相手を恨むことはない。こう腹を決めていた私は、平田の傲慢な態度に報いるに、 常に冷静な寛大な態度を持ってした「平田が僕を理解してくれないのはやむを得ないが僕の方では平田の美点を認めているよ」と場合によっては第三者に言いもしたしまた実際そう思ってもいたのだ私は自分を卑怯だと感じることなしに心の底から平田を褒めることのできる自分自身を高潔なる人格者だとさえうぬぼれていた。 下がりふじのもんつきそう言って平田がさっき私の方をちらと見た時のその何とも言えない嫌な目つきがその晩はしかし奇妙にも私の神経を刺したのである一体あの目つきは何を意味するのだろうか平田は私の紋つきが下がり士であることを知りつつあんな目つきをしたのだろうかそれとも そうとるのは私のひがみにすぎないだろうか。だがもし平田が少しでも私を疑っているとすれば私はこの際どうしたらいいかしらん。すると僕にも嫌疑がかかるぜ僕の門も下がり富士だからそう言って私は虚心探偵に笑ってしまうべきであろうか。けれどもそういった場合に ここにいる三人が私と一緒に快く笑ってくれれば差し支えないがそのうちの一人平田一人がニコリともせずにますます苦い顔をするとしたらどうだろう私はその光景を想像するとうっかり口を切るわけにもいかなかったこんなことに頭を費やすのはバカげた話ではあるけれども私はそこでとっさの間にいろいろなことを考えさせられた 今私が置かれているような場合において真の犯人と叱らざる者とはおののの心理作用に果たしてどれだけの相違があるだろうこう考えてくると今の私は真の犯人が味わうと同じ反問同じ孤独を味わっているようであるついさっきまで私は確かにこの3人の友人であった 天下の学生たちに羨ましがられる一校の秀才の一人であったしかし今では少なくとも私自身の気持ちにおいてはすでに三人の仲間ではないほんのつまらないことではあるが私は彼らに打ち明けることのできない気苦労を持っている自分と対等であるべきはずの平田に対して 彼の一品一生に対して気兼ねしている「盗っ人」となるとどうも人種が違うような気がするからな口の言った言葉は何気なしに言われたのにはそういないがそれが今の私の胸にはぐんと力強く響いた「盗っ人は人種が違う」「盗っ人」ああなんという嫌な名だろう。 思うに盗ッ人が普通の人種と違うゆえんは彼の犯罪行為そのものに損するのではなく犯罪行為を何とかして隠そうとしあるいは自分でもなるべくそれを忘れていようとする心の努力決して人には打ち明けられない不断の憂慮それが彼を知らず知らず暗黒な気持ちに導くのであろうところで今の私は 確かにその暗黒な一部分を持っている私は自分が犯罪の嫌疑を受けているのだということを自分でも信じまいとしているそうしてそのためにいかなる親友にも打ち明けられない憂慮を感じている樋口はもちろん私を信用していればこそ委員から聞いた湯殿の一件を漏らしたのだろうまあ、あまりしゃべらないでくれたまえ 彼がそう言った時私は何となくうれしかったが同時にそのうれしさが私の心を一層暗くしたことも事実だ「なぜそんなことをうれしがるのだ」「樋口は初はめから俺を疑っていやしないじゃないか」そう思うと私は樋口の心に対して後ろめたいような気がしたそれからまたこういうことも考えられた どんな善人でも多少の犯罪性があるものとすれば、もし俺が真の犯人だったらという想像を起こすのは私ばかりでないかもしれない。私が感じているような不快なり喜びなりを、ここにいる3人も少しは感じているかもしれない。そうだとすると、委員から特に秘密を教えてもらった樋口は、心中最も得意であるべきはずである。 彼は我々4人のうちで誰よりも委員に信頼されている彼こそは最も盗ッ人に遠い人種であるそうして彼がその信頼を勝ち得た原因は彼の上品な人相と裕福な家庭のお,おっちゃんであり博士の霊則であるという事実に帰着するとすれば私はそういう境遇にある彼を羨まないわけにはいかない 彼の持っている物質的優越が彼の品性を高めるごとく私の持っている物質的劣弱 S 県の水飲み百姓のせがれであり旧藩主の奨学資金でやっと在学しつつある貧書生だという意識は私の品性を卑しくする私が彼の前へ出て一種の気遅れを感じるのは私が盗人であろうとなかろうと同じことだ 私と彼とはやはり人種が違っているのだ彼が虚心短快な態度で私を信ずれば信ずるほど私はいよいよ彼に遠ざかるのを感じる親しもうとすればするほど上辺はいかにも打ち解けたらしい冗談を言いしゃべり合い笑い合うほどますます彼と私との距離が隔たるのに心づくその気持ちは われながらいかんともすることができない下がり藤の紋付きはその晩以来長い間私のグロ労の種になった私はそれを着て歩いたものかどうかについて頭を悩ました仮に平気で着て歩くとするみんなも平気で見てくれればいいがああいつがあれを着ているというような目つきをするとする そうして、あるものは私を疑い、あるものは疑ってはすまないと思い、あるものは疑われて気の毒だと思う。私は平田や樋口に対してばかりでなく、すべての同窓生に対して不快と気遅れを感じ出す。そこでまた嫌になって羽織を引っ込める。と、今度は引っ込めたがために、いよいよ妙になる。私の恐れるのは、 犯罪の嫌疑そのものではなく、それにつれて多くの人の胸に湧き上がるいろいろの汚い感情である。私は誰よりも先に自分で自分を疑い出し、そのために多くの人にも疑いを起こさせ、今まで分け隔てなく付き合っていた友人間に変なこだわりを生じさせる。私が仮に真の盗っ人だったとしても、それの弊害は、 それにつきまとうさまざまな嫌な気持ちに比べれば何でもない誰も私を盗っ人だとは思いたくないであろうし盗っ人であるまでも確かにそうと決まるまでは夢にもそんなことを信じずに付き合っていたいであろうそのくらいでなければ我々の友情は成り立ちはしないそこで友人のものを盗む罪よりも友情を傷つける罪の方が重いとすれば 私は、ぬすっとであってもなくても、みんなに疑われるような種をまいてはすまないわけである。ぬすっとをするよりも余計にすまないわけである。私がもし、懸命にして巧妙なぬすっとであるなら、いや、そう言ってはいけない。もし少しでも思いやりのあり、良心のあるぬすっとであるなら、できるだけ友情を傷つけないようにし、 心の底から彼らに打ち解け、神様に見られても恥ずかしくない誠意と恩情と思って彼らに接しつつ、こっそりと盗みを働くべきである。盗っと武田消しとは、けだしこれを言うのだろうが、盗っとの気持ちになってみれば、それが一番正直な偽りのない態度であろう。盗みをするのも本当ですが、友情も本当です。と彼は言うだろう。 両方とも本当のところが盗っ人の特色人種の違うゆえんです」とも言うだろうとにかくそんなふうに考え始めると私の頭は一歩一歩と盗っ人の方に傾いていってますます友人との隔たりを意識せずにはいられなかった私はいつの間にか立派な泥棒になっている気がした ある日私は思い切って下がり藤の門付きを置き、グラウンドを歩きながら中村とこんな話をした。そういえば君、泥棒はまだ捕まらないそうだね。ああ<う>。と言って中村は急に下を向いた。どうしたんだろう。風呂場で待っていてもダメなのかしらん。風呂場の方は荒れっきりだけれど。 今でも盛んに方々で盗まれるそうだよ。風呂場の計略を漏らしたと言うんで、この間、樋口が委員に呼びつけられて怒られたそうだがね。私はさっと顔色を変えた。何樋口がああ。樋口がね。樋口がね。鈴木くん。 勘忍してくれたまえ。中村は苦しそうなため息と一緒にバラバラと涙を落とした。僕は、今まで君に隠していたけれど、今となって黙っているのは帰ってすまないような気がする。君は定めし不愉快に思うだろうが、実は、委員たちが君を疑っているんだよ。しかし君、 こんなことは口にするのも嫌だけれども、僕は決して疑っちゃいない。今の今でも君を信じている。信じていればこそ、黙っているのが辛くって苦しくってしようがなかったんだ。どうか悪く思わないでくれたまえ。ありがとう。よく言ってくれた。僕は君に感謝する。 そう言って私もつい涙ぐんだが、同時にまた、とうとう来たなというような気もしないではなかった。恐ろしい事実ではあるが、私はない,ない今日の日が来ることを予覚していたのである。もうこの話はよそうじゃないか。僕も打ち明けてしまえば気が済むのだから。と、中村は慰めるように言った。 だけどこの話は口にするのも嫌だからといって捨てておくわけにはいかないと思う君の行為は分かっているが僕は明らかに恥をかかされたばかりでなく友人たる君にまでも恥をかかした僕はもう疑われたという事実だけでも君らの友人たる資格をなくしてしまったんだどっちにしても僕の不名誉は拭われっこないんだねえ君 そうじゃないかそうなっても君は、僕を捨てないでいてくれるだろうか僕は誓って君を捨てない。僕は、君に恥をかかされたなんて思ってもいないんだ。中村は、例になく激婚した私の様子を見ておどおどしながら。樋口だってそうだよ。樋口は、委員の前で極力君のために弁護したと言っている。 僕は親友の人格を疑うくらいなら自分自身を疑いますとまで言ったそうだ。それでもまだ委員たちは僕を疑っているんだね。何も遠慮することはない。君の知っていることは残らず話してくれたまえな。その方がいっそ気持ちがいいんだから。私がそう言うと、中村はさも言いにくそうにして語った。なんでも、 方々から委員のところへ当初が来たり告げ口をしに来たりするやつがあるんだそうだよそれにあの晩樋口が余計なおしゃべりをしてから風呂場に盗難がなくなったというのが県議のもとになっているんだそうだしかし風呂場の話を聞いたのは僕ばかりじゃないこの言葉はそれを口に出しはしなかったけれどもすぐと私の胸に浮かんだ そして私を一層寂しく情けなくさせただが樋口がおしゃべりしたことをどうして委員たちは知っただろうあの晩あそこにいたのは僕ら4人だけだ4人以外に知っているものはないわけだとするとそして樋口と君とは僕を信じてくれるんだとするとまあそれ以上は君の推測に任せるより仕方がない。 そう言って中村は愛想するような目つきをした。僕はその人を知っている。その人は君を誤解しているんだ。しかし、僕の口からその人のことは言いたくない。平田だな。そう思うと私はぞっとした。平田の目が必要に私を睨んでいる心地がした。君はその人と、 何か僕のことについて話し合ったかねそりゃあ話し合ったけれども、しかし君察してくれたまえ僕は君の友人であると同時にその人の友人でもあるんだから、そのために非常につらいんだよ。実を言うと、僕と樋口とは昨夜その人と意見の衝突をやったんだ。そしてその人は今日のうちに寮を出ると言っているんだ。 僕は一人の友達のためにもう一人の友達を亡くすのかと思うと、そういう悲しい羽目になったのが残念でならない。ああ、君と樋口とはそんなに僕を思っていてくれたのか。すまない。すまない。私は中村の手を取って力強く握りしめた。私の目からは、 涙が止めどなく流れた中村ももちろん泣いた生まれて初めて私は本当に人情の温かみを味わった気がしたこの間からやるせない孤独にさいなまれていた私が求めてやまなかったのは実にこれだったのであるたとえ私がどんな盗人であろうともよもやこの人のものを盗むことはできまい 君僕は正直なことを言うがとしばらくたってから私が言った僕は君らにそんな心配をかけさせるほどの人間じゃないんだよ僕は君らが僕のような人間のために立派な友達を亡くすのを黙って見ているわけにはいかないあの男は僕を疑っているかもしれないが僕は未だにあの男を尊敬している 僕よりもあの男の方がよっぽど偉いんだ僕は誰よりもあの男の価値を認めているんだだからあの男が寮を出るくらいなら僕が出ることにしようじゃないかねえ五章だからそうさせてくれたまえそして君らはあの男と仲良く暮らしたまえ僕は一人になってもまだその方が気持ちがいいんだから そんなことはない。君が出るという方はないよ。と、人のいい中村はひどく感激した口調で言った。僕だってあの男の人格は認めている。だが今の場合、君は不当に虐げられている人なんだ。僕はあの男の肩を持って不正に組みすることはできない。君を追い出すくらいなら僕が出る。 あの男は君も知っている通り非常に自負心が強くってなかなか後へ引かないんだから。出ると言ったらきっと出るだろう。だから勝手にさせておいたらいいじゃないか。そしてあの男が自分で気がついて謝りに来るまで待てばいいんだ。それもおそらく長いことじゃないんだから。でもあの男は強情だからね。 自分の方から謝りに来ることはないだろうよ。いつまでも僕を嫌い通しているだろうよ。私のこういった意味を私が平田を恨んでいてその一端を漏らしたのだというふうに中村は取ったらしかった。なあに、まさかそんなことはないさ。こうと言い出したらあくまで自分の説を主張するのがあの男の長所でもあり欠点でもあるんだけれど。 悪かったと思えばきれいさっぱりと謝りに来るさそこがあの男の愛すべき点なんだそうなってくれれば結構だけどと私は深く考え込みながら言ったあの男は君のところへは戻ってきても僕とは永久に和解する時がないような気がするあああの男は本当に愛すべき人間だ 僕もあの男に愛せられたい中村は私の肩に手をかけてこの一人の哀れな友をかばうようにしながら草の上に足を投げていた夕暮れのことでグラウンドの四方には淡いもやがかかってそれが海のように広々と見えた向こうの道をたまに二三人の学生がうちつれてちらりと私の方を見ては通っていった もうあの人たちも知っているのだみんなが俺をつまはじきにしているのだそう思うと言いようのない寂しさがひしひしと私の胸を襲ったその晩亮を出るはずであった平田は何か別に考えたことでもあるのか出るような様子もなかったそして私とはもちろん樋口や中村とも一言も口をきかないで黙りこくっていた 事態がこうなったきては私が龍を出るのが当然だと思ったけれども2人の友人の行為に背くのも心苦しいしそれに私としては今の場合に出ていくことはやましいところがあるようにも取られるしますます疑われるばかりなのでそうするわけにもいかなかった出るにしてももう少し機会を待たなければならないと私はそう思っていたそんなに気にしない方がいいよ そのうちに犯人が捕まりさえすりゃ自然と解決がつくんだもの二人の友人は始終私にそう言ってくれたがそれから一週間ほど過ぎても犯人は捕まらないのみか依然として盗難が頻発するのだったついには私の部屋でも樋口と中村とが財布の金と二三冊の要所を盗まれたとうとう二人ともやられたかな 後の二人は大丈夫。盗まれっ子あるまいと思うがその時平田が妙な顔つきでニヤニヤしながらこんな嫌味を言ったのを私は覚えている樋口と中村とは夜になると図書館へ勉強に行くのが例であったから平田と私とは自然2人きりで顔をつきあわすことがしばしばあった私はそれがつらかったので自分も図書館へ行くか散歩に出るかして 夜はなるべく部屋にいないようにしていたするとある晩のことだったが9時半頃に散歩から戻ってきて自習室の戸を開けるといつもそこに1人で頑張っているはずの平田も見えないし他の2人もまだ帰ってこないらしかった寝室かしらと思って2階へ行ってみたがやはり誰もいない私は再び自習室へ引き返して平田の机のそばに行った そうして静かにその引き出しを開けて二三日前に彼の国元から届いた書留郵便の封筒を探し出した封筒の中には十円の小合わせが三枚入っていたのである私は悠々とそのうちの一枚を抜き取って懐に納め引き出しを元通りに直しそれから極めて平然と廊下に出ていった 廊下から庭へ降りてテニスコートを横切っていつも盗んだものを埋めておく草のぼうぼうと生えた薄暗いくぼ地の方へ行こうとすると盗っとと叫んでいきなり後ろから飛びついて嫌というほど私の横っ面を張り倒したものがあったそれが平田だった「さあ出せ貴様が今懐に入れたものを出してみせろ!」 おいそんな大きな声を出すなよと私は落ち着いて笑いながら言った「俺は貴様の為替を盗んだに違いないよ」「返せ」と言うなら返してやるし「来い」と言うならどこへでも行くさそれで話が分かっているからいいじゃないか平田はちょっとひるんだようだったがすぐに思い返して猛然として続けざまに私のほうげたを殴った。 私は痛いと同時に、いい心持ちでもあった。この間中の重荷を、ほっと一度に取り落としたような気がした。そう殴ったってしようがないさ。僕はみすみす君の罠にかかってやったんだ。あんまり君が威張るもんだから、何くそ、あいつのものだって盗めないことがあるもんか、と思ったのがしくじりのもとなんだ。だがまあ、 かかったからこれでいいやあとはお互いに笑いながら話をしようよそう言って私は仲よく平田の手を取ろうとしたけれど彼はシャニムに胸ぐらをつかんで私を部屋へ引きずっていった私の目に平田という人間がくだらなく見えたのはこの時だけだった「おい君たち僕は盗っ人を捕まえてきたぜ」 僕は不明の罪を謝する必要はないんだ平田は剛然と部屋へ入ってそこに戻ってきていた2人の友人の前に私を激しく突き倒していった部屋の戸口には騒ぎを聞きつけてきた寮生たちが刻々に寄ってきて固まっていた平田君の言う通りだよ盗人は僕だったんだよ私は床から起き上がって2人に言った ごく普通にいつものとおりなれなれしく言ったつもりであったがやはり顔が真っ青になっているらしかった君たちは僕を憎いと思うかねそれとも僕に対して恥ずかしいと思うかねと私は二人に向かって言葉を続けた君たちは善良な人たちだがしかし不明の罪はどうしても君たちにやるんだよ 僕はこの間から幾度も幾度も正直なことを言ったじゃないか。僕は、君らの考えているような値打ちのある人間じゃない。平田君こそ確かな人物だ。あの人が不明の罪を射するようなことは決してないって、あれほど言ったのがわからなかったかね。君らが平田君と和解するときはあっても、僕が和解するときは永久にないとも言ったんだ。 僕は平田君の偉いことは誰よりも僕が知っているとまで言ったんだ。ねえ君、そうだろう僕は決して一言半句も嘘をつきはしなかっただろう。嘘はつかないが、なぜはっきりと本当のことを言わなかったんだと君たちは言うかもしれない。やっぱり君らを騙していたんだと思うかもしれない。しかし君、 そこはぬすっとたる僕の身になって考えてもくれたまえ僕は悲しいことではあるがどうしてもぬすっとだけはやめられないんだけれども君らをだますのが嫌だったから本当のことをできるだけ回りくどく言ったんだ僕がぬすっとをやめない以上あれより正直にはなれないんだからそれを悟ってくれなかったのは君らが悪いんだよ こんなことを言うといかにもひねくれた嫌味を言っているようだけれどもそんなつもりは少しもないんだからどうぞ真面目に聞いてくれたまえそれほど正直を欲するならなぜ盗っ人を辞めないのかと君らは言うだろうだがその質問は僕が答える責任はないんだよ僕が盗っ人として生まれてきたのは事実なんだよだから僕は その事実が許す範囲でできるだけの誠意を持って君らと付き合おうと努めたんだそれより他に僕の取るべき方法はないんだから仕方がないさそれでも僕は君らにすまないと思ったからこそ平田君を追い出すくらいなら僕を追い出してくれたまえって言ったじゃないかあれはごまかちでも何でもない本当に君らのためを思ったからなんだ 君らのものを盗んだことも本当だけれど君らに友情を持っていることも本当なんだよ盗人にもそのくらいな心遣いはあるということを僕は君らの友情に訴えて聞いてもらいたいんだがね中村と樋口とは黙って呆れ返ったように目をパチクリやらせているばかりだった。 ああ、君らは僕をずうずうしい奴だと思ってるんだね。やっぱり君らには僕の気持ちがわからないんだね。それも人種の違いだからしようがないかな。そう言って私は悲痛な感情を笑いに紛らしながら、なお一言付け加えた。僕はしかし、未だに君らに友情を持っているから忠告するんだが、 これからもないことじゃないしよく気をつけたまえぬすっとを友達にしたのはなんと言っても君たちの不明なんだそんなことでは社会へ出てからが案じられるよ学校の成績は君たちの方が上かもしれないが人間は平田君の方ができているんだ平田君はごまかされないこの人は確かに偉い平田は 私に指さされると変な顔をして横を向いたこの時ばかりはこの幸福な男も妙に決まりが悪そうであったそれからもう何年か経った私はその後何べんとなく暗いところへ入れられもしたし今では本職のヌスと仲間へ落ちてしまったがあの自分のことは忘れられない ことに忘れられらないのは平田である。私はいまだに悪事を働くたびにあの男の顔を思い出す「どうだ俺の睨んだことに間違いはなかろう」そう言ってあの男が今でも威張っているような気がするとにかくあの男はしっかりした見どころのあるやつだったしかし世の中というものは不思議なもので 社会へ出てからが案じられるといった私の予言はきれいに外れてお坊ちゃんの口は親父の意向もあろうけれどとんとん拍子に出世をして要講もするし学位も授かるし今日では鉄道院〇〇課長とか局長とかの椅子に収まっているのに平田の方はどうなったのか用として聞こえないこれだから我々がどうせ世間はいい加減なものだと思うのももっともなわけだ。 読者諸君よ。以上は私の嘘偽りのない記録である。私はここに一つとして不正直なことを書いてはいない。そして、樋口や中村に対すると同じく、諸君に対しても、私のような盗っ人の心中にもこれだけデリケートな気持ちがあるということを汲んでもらいたいと思うんである。だが、 諸君もやっぱり私を信じてくれないかもしれない。けれどももし、はなはな失礼な言い草ではあるが、諸君のうちに一人でも私と同じ人種がいたら、その人だけはきっと信じてくれるであろう。